東北地方太平洋沖地震は、岩手、宮城、福島各県沿岸部のスーパーマーケット、コンビニエンスストアなどを直撃、建屋もろとも崩壊させました。また、商品供給を担う食品卸の配送センターも半壊するなど、大きな被害を受け、食品流通は完全に麻痺しました。東日本大震災による食品業界の被害状況を取材するため、宮城県仙台市、宮城野区、新港地区などを訪れました。海に面した宮城野区は、津波の直撃を受け、最も被害の大きかった地域の一つです。新港では、港湾施設、倉庫、工場など、すべての施設が壊滅的な被害を受け、地震から1ヶ月が過ぎた現在でも、手つかずの状態となっています。新港内にある日礼仙台不凍工場の前には、破壊された冷凍車が今も放置されたままで、周辺には商品が散乱しています。工場には亀裂が入り、無残な状況です。東洋水産仙台営業所では、外壁は残っているものの、施設内は破壊され、液状化による被害も報告されています。わかめ加工品を製造する利権食品仙台新港工場では、工場内に車両、漁船などが散乱し、再操業には相当の時間を要するものと思われます。食品包装資材の連合仙台工場も津波の被害を受け、美しい工場と言われた工場も広大な敷地内に無残な姿を見せています。一方、食品流通を担う食品卸企業では、市内の小売店を中心に商品供給を行う伊藤忠食品仙台支店では、震災後、その機能がストップしました。しかし、社員の懸命な努力で、センター内はきれいに片付けられ、建物検査を受けると、すぐさま再開。スーパーなどに配送を開始しました。国道沿いにある三井食品東北支社は、建屋の原型は残っているものの、センター内部は破壊され、使用できない状況。こうした中、得意先の状況を把握に走るとともに、いち早く代替配送に切り替え、物流を再開させました。津波の影響を受けたスーパーマーケット、生協、コンビニエンスストア、主販店、食料品店などは、ほとんどが全壊しているため、未だ休業状態で、オープンしている店でも品切れ状態が続いています。津波被害を受けなかった仙台市北部、泉区のコンビニエンスストアでは、建屋の被害は少ないものの、未だ商品が入ってこないため、棚は空っぽのまま。国道6号線は、宮城と福島を結ぶ重要幹線です。道路はところどころ陥没していますが、通行に支障はありません。仙台市から福島県方面に車を走らせましたが、沿道のドライブインはほとんど営業を停止しています。周辺では自衛隊による復旧作業が始まっていますが、食材の配送までは及ばない状況です。福島県境に近い山本町の坂本ドライブインでは、敷地を自衛隊車両に開放していました。店主、渡辺嗣夫さんにお話を伺いました。そうですね、まあ、広いところうちんぐらいしかないからね、1500坪の上あるから敷地は。やっぱり仕事でね、食事取るのが一番必要だから、南は九州、北は北海道。ほぼ大手の運送よ来てるね。
渡辺さんは昼夜にかかわらず救援車両や長距離トラックが走る中で食事を提供するのは地元民として当たり前。食材不足ですが 20% オフで復旧支援者を支えさせていただいていますと力強く語ってくれました。